部のラジカセ、僕の好きな先生をお届けいたしました。 RC サクセションです。昔はさ、あと職員室で先生が普通にタバコ吸ってて煙い中で、あの光景はもう見かけませんね、本当にね。まあ今ね、タバコもみんなに嫌われてね、まあ、コロナウイルスの関係でもタバコは良くないとかいう風にね言われてますけれどもね。えいや、もうこんなにバンバンいきなりタバコのっていう曲だったかなって思ってまた苦情くんじゃないよみたいに思ってたんだけど ね、歌に罪はないし昔の曲だから勘弁してっていう感じですさあ、どんどん RC サクセション、もしくは、今はのきよしろ、もしくはなんだっけ、タイマーズ、その辺。タイマーズはギリギリ80年代なんだよね、どんどん行きたいと思いますが、メール、ドラちゃん、ミカボンの姉さん、スタッフの皆さん、軽音部の信者の方々、こんばんは、お疲れ様です。今回のお題はトランジスタラジオをお願いします。先週は地下鉄移動でほとんど聞けなかったので、今回はしっかり聞けると思うので、皆様手洗いうがいを忘れずに。うがい、これうかいのうかいだよちっころじゃないだろということでお届けしたいと思います。トランジスタラジオ、ようこそ。これリクエストです。三河部長並びに部員の皆様、スタッフの皆様、こんばんは。部員孫しくよろ4946番、来年靴返すです。来年靴返す、ありがとう。私が今和の清志郎関連で唯一自費で購入した音源はパーティーを抜け出そう、ね、篠原涼子の、これクリスマスソングで私持ってるかな、8センチのシングル CD でしたが、しかしこれは1996年のリリースなので却下。そうなりますと、高校1年生の時クラスメートの平川くんから借りた RC サクセションのアルバムラプソディの1曲目ようこそが一番かけてほしいナンバーということになりますでしょうか。よろしくお願いします、ということで、来年覆すこの曲、先ほどの曲お届けいたしました。ありがとうございます。いやーねライブのね曲はねなかなかかけづらいんだが、まあこれはちょっとかけようかなと思って引っ張ってきました。はい、じゃあリクエストかけられないんだけどなっていう感じなんだけど、ちょっとメールはね読もうね。これは誰、子供運輸区休日運転士、これリクエストないかな、三河坊部長こんばんは、都電の沼にはまりながら都電の沼、春休みを満喫しようとして外出できなくてしょぼんしている部員番号 825K の子供を運輸区休日運転士です。外出ちゃダメなんだよ、ね、もうね、若者遊んで外に出ちゃダメだとか 言ってますけど、あの高齢の方が出かけるのと、あと若者がって言われてて、本当かわいそうな感じはするんですけど、出かけ出てる若者と出かけれてない若者もいるしね。あとうちの小僧さんが怒ってたのは、若い者がどのこうのって言ってて、40代まで若者だって、40代は若者じゃないだろうって本人怒ってましたあの一緒にしないでくれ、中年だろうって言ってました。ちょっとね耳が痛いしプチッときたんだけども、まあそこは抑えてね。だからその10代が行くところと40代が行くところは違うんじゃないのかなって思いますあと思うのは、やっぱりあの言えないところに行ってる人が多いんじゃないのってちょっと思う、女子的に思いますちゃんと言えるとこ、人に喋れるところに行けと、日頃から、そういう風にちょっと思います。まあね、でも世の中インターネットが発達したのもね、男性のスケベ心からですからなので、そういうことがあるとやっぱりね広がってしまうのかなとも思いますけども、はい、子供運輸区休日運転士、メール途中だ、三河坊部長こんばんは、あこれ読んだ、今週はフリーメッセージならば鉄道の話を聞いてくれますかこれねあれだよ、ちょっと専門用語わかんないからね。最近は家から出られなくていつも N ゲージをして暇を潰しています。
ちゃんと宿題もやってますよ。おー、今突っ込もうと思った、勉強しろって言おうと思ったんだけども、ちゃんと先に書かれちゃった。先手打たれてしまった。最近は学校の始業式の日が13日に延びたり、元は4月8日、うん、そうだそうだ、そうなったみたい、うん、今日メールが来てた。して、さらに暇になりました。なんだなんだかんだめんどくさいっすね、休みが長いと。三河坊部長、最後に一言だけ言います。コロナウイルスが落ち着いたらコロナ焼きやりましょう。なんだそれ。以上ですね。え、だからさ、まあいろいろいるけどさ、若者でね、カラオケ行ってるとかさ、いるんだけど、あのその頃は元気だからさ、なんつうの、休みって言うとさ、出かけたくなっちゃう気持ちはわかるんだけども、ちょっとそういう時じゃないよ今はっていうね。それはちょっとわからないと、わかることわかんない子がいるからね、見てると。本当に若者を一括りにしちゃうとかわいそうなんですけども、わかってることわかってない子がいます。うん、だからちょっとうちのね、子供なんかも何、インスタグラムとか見てて、カラオケボックスに行ってる先輩とかこう上がってて、もうちょっと今度遊ぶのやめようとか言って、だからその判断がね、やっぱり個人個人違うので。でもね、人からもらう分には勝手だけども、移しちゃう可能性があるっていうのがね、消えないので、そこはやっぱ極力注意して、ガツンと他人でも他人の子供でもガッチリ注意してやりたいかなと、昭和丸出しでいきたいかなと思っております。はい、闘牛士のマンボウ、そろそろ昼ご飯のレパートリーがハイカラじゃなくハイカロになり、メタボな世界に近づいてないかな。三河坊部長、あと28フォロワーだよ。部員番号1094、闘牛士のマンボウです。今週月火は在宅勤務でぎこちない家庭になり、水木金は近所の工場事務所に疎開、堂々と江戸川を渡りたいよね。今あの清志郎といえば、友達が言った日野高校の大先輩だった今あの清志郎さん、日野高校なんだ、多摩地区のヒーローです。リクエストはスカイパイロット、あ、中森明菜の前にリクエストもらったスターパイロットと歌詞が違う曲、まだ聴けてないということなんですが、マンボウ、闘牛士のマンボウ、この次この次じゃあちょっとここで1曲またかけましょう。これは私チョイスの曲です。さあ、お届けした曲、 Love Me Tender RC サクセションをお送りいたしました。さあ、リクエストがいっぱい来ているこの曲です。おはようございます。部員番号4番市川暮らし、新年度スタートおめでとうございます。なんか今日噛んでるよ、あ、いつもいつもとか言うな。今年度もよろしくお願いします。 RC サクセッション、雨上がりの夜空にをリクエスト。 RC 大好きです。弾き語り練習でよく君江さんが弾いてるんです。あ、そうなの。ニヤニヤしながら、おかしいですよね。全然やらしい曲じゃないのに、君江さんは下ネタ大好きなんです。かっこ小声。市川暮らし、雨上がりの夜空に、それから高津、三河坊部長、皆さんこんばんは。部長、志村けんさんがお亡くなりになりました。本当だよね。いやもうね、ショックでね、あのショックでというか、亡くなった感じがしません。うん、なので何なんだろう、亡くなった感じがしない。こういう突然ふっと出なくなっちゃって、でもドリフの番組やってて、だから亡くなった感じがすごくしないんです。うん、8時だよ全集合世代の自分にはとてもショックな出来事です。ドリフターズは自分のお笑いの原点だから、でも今一番辛いのはご遺族の方たちだから、私はあえて志村さんの映像を見て笑っています。笑っちゃうんです、本当にね、本当にね、面白いなと思って、ここのところいつも夜ね、あのお酒飲みながらドリフ見てますね。うん、見てます。それがコメディアンである彼への手向けになると思うから。で、清志郎のリクエストは雨上がりの夜空に、志村けんのリクエストは東村山音頭。いや、これは書けないんだけど、これはどっかでかかってるでしょ結構。
ね、東村山温度は最近あっちでもこっちでもかかってますよね。それからこれはね、ミカボ部長さん、面白エロリンコ軽音部員の皆さん、コナさん、みんばんは。今宵の月のように人の迷惑帰り見とやってきましたよ。あれ、あ、やってきました。部員番号795番のご存知、はい、トラック山ちゃんですよ。おマットさんでした。おマットさんでしたよ。皆さん今宵もよろしくお願いします。今和の清志郎ということで、RC サクセションの雨上がりの夜空にを一つよろしくお願いします。 OK。 まだまだ。それからタカコちゃんじゃないや、プリン2号さん混ざっちゃった。プリン2号さん、ミカ部長、軽音部の皆さん、こんばんは。部員番号8番プリン2号です。東京コロナ感染者数 すごいことになってますね。本当そうなんですよね。夫が4月末から東京の現場の仕事になりそうなんですが、そうなんだ。ミカさん、東京はどんな感じなんでしょうか。仕事がないと困っちゃうよ。うち店暇です。本当にさっきもね話してたんですけど、本当にねうちは暇ですって。愚痴をこぼすわけじゃないんだけども、北千住でお店やってるんですけども、あの北千住やばいなみたいな感じで、本当にね人通りがない。他の街は分かんないよけど、まあ普段見てるのと、あと持ってくる伝票の売り上げ見ると、あ、これはちょっと閉めないと。知り合いのお店は閉めたりとかしてますね。なのでうちもちょっとまずいなっていう風に思ってます。今日次第では明日どうするかわからないっつって言ってましたね。で清志郎さん、スローバラード僕の好きな先生、それから雨上がりの夜空に付き合いたいが好きです。雨上がりの夜空には歌詞がちょっとだけどやっぱり好きです。それから、金堂ちゃん、前置きなし前置きなし、とうとう挨拶までなくなりましたね。ね、コンとかだったのがもうコンも書かない。さて今週の課題、今の清志郎 RC サクセション。そうね、若い頃大好きだった彼女がさ、雨上がりの夜空にがカーステレオから流れると必ず言うのよ、この歌ってエッチよねって。そうかな、まあそうね、バッテリーはビンビンだぜってあれでしょ。そりゃひどい乗り方したこともあった。だけどそんな時にもうお前はしっかりととかさ、しっかりとかさ、こんな夜にお前に乗れないなんて、こんな夜に発車できないなんてとか、あ、お前についてるラジオ感度最高なんてもろよね。そうですか、そうですね。というわけでこの曲を聴きながら2人を乗せた車はいつもワンツーへ向かうのでした。そうそう、もう一曲、門松俊樹の東京タワーもこの曲エッチよねよく言ってました。あ、そう、この歌は聞いたことないかな、あんまり歌詞は分かんないんですけども。ということでリクエスト RC サクセション雨上がりの夜空にを、こんなにいっぱいリクエストいただいたのでお届けしたいと思います。さあ後半に行きたいと思います。後半フリーメール、フリーリクエストね。まず朝焼酎出席届け、はい元気です。ありがとう。それからジャックカイリーダーさん、今日もキャッチしてますよ、ありがとうございます。そしてミカボ兄貴、神戸のゾテピーです、バタバタしてました。志村けんさんショックです。ほんとそうだよね、ヒゲダンス好きでした。いやー、バタバタしてるんです皆さん、金曜日は。ね、しょうがない、ありがとう聞いてくれてね。ちょっとでもメールくれるとありがとう、嬉しいよ。ラフティーさん、こんばんはミカちゃん。それにしても軽音部の金かせ様へ。金かせうまいね。ね、先週の選曲はくだらない歌ばかりでしたね。先週何何、みんな惚れた晴れたのチュッチュってな曲ばっかりでしたね。そうだった。そうそう、 RC サクセションですが、私が初めて買った LP 版は RC サクセションでした。その中でも一番気に入った曲は、詩があの子がダメならダメな時はこの子にしよう、この子がダメな時はどの子にしようってなしでしたね。まさに私の人生そのものを歌った曲でした。同世代の RC サクセションならではの共感できる曲でした。同世代なんだ。そうか、
その私の女好きの性格は未だに治っていません。だから独身なのでしょう。ではミカちゃん、ブチュブチュペロンチョ。ありがとうございます。そうか、そうね、あ、そうそうか、同世代か、ね、ですよね。V マゴ2236富士山6友のり、三河部長さん全世界ケイラジリスナーの皆さん、こんにちは。コロナのせいでなんかますます世の中が暗くなっていく今日この頃、なんと部長の力で少しでも気持ちが明るくしてくださいね。えそんな力はないぞそんな力はあんまりないんだけどもね。でもほら、楽しくいきましょうね。本当にあのこういうこんなラジオの時間だけでもね、外に出られなきゃラジオを聞いてくれって思うんです、やっぱり、うん、ラジオは意外とこう耳から入ってくるんで、適当に喋るとリスナーさんがいろんなこと覚えてるんで、ちょっとあっっていう感じなんですけども、そのくらいこう記憶に残る、耳から入ることっていうのはね、記憶に残ることなのでなので余計なことは覚えとかなくてもいいんですけど、娯楽の人として聞いてください、ね、でリクエスト、清志郎の世の中が悪くなっていくか、ここらで止めてもいいコロナということで、自動車商家小林明だったんですが、ね、友のりまた今度ごめんね、ありがとう。いやーね、心で止めてもいいコロナ、確かに。岩月のたっちゃん、部長 V の皆さん、おこんにちはんおこんにちはん、V 番号902の岩月のたっちゃんですよ。おまとさんでしたは書いてなかった自分が初めて買った洋楽レコーダー、ノーランズでした。ノーランズ、再結成の噂がありましたけど、メンバーの一人が亡くなって再結成できなくなりました。懐かしいのでリクエストお願いします。ノーランズのダンシングシスター。なんかちょっと、シングルバージョンとちょっと違ったかなと思って、ちょっとまあいいやお届けした曲、ダンシングシスター、ね、ノーランズでしたが、三河部長、全国1億人の軽音部員の皆さん、こんばんは。コロナが仕事に影響している同業者です影響してますな世の中ピリピリしておりますが、軽音部は憩いの時間でございます。あ、であります。嫌なことは忘れ、どっぷりタイムスリップして英気を養うぞ。リクエスト曲は80年代だな、青いスタシオン、かわいそうの子なんて柄じゃねえか。ではでは、ゴロッチさん同業者リクエスト、青いスタシオンお届けしたいと思います。さて、ちょっとリクエストはかけられない、ごめんね。キートン、ありがとう。部長お疲れっす。部員の皆様お世話になってます。部員番号ありませんいいよ適当につけて、うん、一言だけ、部長かわいいです。忖度はこのくらいでいいですかねすぐ書くな。自分にできることをやろう。最近新型コロナ関連で SNS のデマに乗っていろいろタイムラインが荒れていますが、真偽のほど必ず自分で調べた方がいいかななんて思っています。で、正しい情報を自分で確認する、これをしようと思います。ということで、リクエストちょっと間に合わなかったんだけどもね、身も心もリクエストいただいたんですが、これかけたかったな、また今度、ありがとうね。本当そうです。嘘のというかね、ソースの正しくないというか、ね、よくわかんないものをリツイートしないという、ね、ちゃんと確認してからという感じでございます。はい、それから、これスーちゃん、今日の課題、今和の清志郎 RC サクセションというと、やはり小さい時にテレビで見たいけないルージュマジック、あれは衝撃的だったねを思い出します。坂本龍一とのセッションでしたが、子供ながらに刺激は強かったです。セッションというと、私の大好きなミッチーこと及川光博とともセッションしており、あ、本当、当時ミッチーのコンサートにも行っていたので、ゲストで清志郎来ないかななんて思ったこともありました。亡くなったことは今でも信じられないです。で、リクエストが三月夜強烈ロマンスだったんですが、すーちゃんまた今度ごめんなさいね。いやーね、本当に、今日はね、清志郎さんのお誕生日ということで、昨日
ということでやってるんですけど、命日でさ、特集するのは結構心が痛いんですよね。でもお誕生日でやるのはいいなって思います。何なんだそれはって。それからこれはね、玄米パンのほやほやでおなじみのアダルト上原です。お久しぶりでございます。清志郎といえばやっぱ夜空の誓いですわ。琴奈さんと坂本冬美さんとやったやつ。ああね、昨日さ夜さ、全然関係ない話なんだけど、居酒屋長寿かなんかをテレビ見てて、あ、細野さんが出てる、まあ、どうでもいいかそれは、門松の東京タワーも雨上がりに負けずエロい曲だよ。なんせ僕のタワー今夜も叶わぬ夢を乗せて君の中にとか、僕とか君とか言うとちょっと美しく聞こえるけどね。とか夜空にそそり立つ震えながらとか歌ってるからね。あ、昔門松さん自由が丘で見たけど意外と背大きくなかったね。そうなんだ。そうか、私下北で小学生の頃、あの人ド忘れしちゃった、やめよう。ド忘れしちゃったからやめよう。ある人を見ました。電気ジャーを抱えて歩いていました。はい、どうでもいいか。さあ来週なんですが、まず先に来週の話、一つメール残ってて、この曲をエンディングにしようと思っているんですが、来週は久々にラッツ&スター、シャネルズでもいいをやろうかなと思っています。ちょっとパッとなりたいかなと思ってね、目みたいな目だか分かんないけど、パッとこう花の咲くような感じでお送りしたいかなと思っているので、ちょっとラッツ&スターでね、なんか志村けんさん亡くなってラッツ&スターの一人の方がちょっと名前出てこないですけども、それは置いといて、パッと咲くような曲をお届けしたいかなと思っています。最後のメール、リクエスト、ゴーウエストザドリフターズ、ね、三日坊部長、部員の皆さんこんばんは。志村けんさんの訃報に日本中がショックを受けましたね。もっともっと長生きしてほしかった。コロナが憎いですね。飛べ孫悟空は7歳ぐらいの時見てました。7歳でこの曲をリクエストしますということで、ラジオネームカレーパンちゃんね、本当にもうね、ショックというか、なんつうんだろう、こうポカーンとなんか穴が開いてしまったというかね、ね、やっぱりちょっとで本人ね、志村さんはコロナって分かって泣いて亡くなったとか言って書いてありましたけども、本当に早く治る薬、ワクチンね、開発してほしいです。もう世界中に広がってるこの病気を早くなんとかできるようにしてほしいです。さあ、エンディングはゴーウエストお届けしますが、今週も部活動お疲れ様でした。来週は、ラッツ&スターもしくはシャネルズあたりでいきたいと思います。来週も金曜6時軽音部でお会いしましょう。それではまた来週、さようなら。